ントゲンを終了された方は至急第二診察室まで来てください。また本日午後の血液お団子、こっちだ。あら偶然、やっぱり俺をつけ回してるな。誰がありがとう。え、聞いたよ、薬を届けてくれたのが女の子だったって。お前だろ。あんたどこが悪いの？時々頭痛がするんだ。大したことはない。ただ子供の時の後遺症かもしれないから念のために検査してるだけさ。子供の時？ちっちゃい時乗ってた車が事故ったんだ。今日は一人で来たの？いつも一人だよ。寂しいね。寂しいよ。お前いくつなんだ？中二。あ、そうか、子供だな。あ、そうか、子供だな。はっ、大人ぶって。自分だって付き添いの彼女もいないくせに。守さん。おうや、噂をすれば影、付き添いの彼女がやっと来てくれたようだ。検査の結果どうだったんですか？ああ、おかげさまで異常なしだ。よかった。その制服、TA 女学院ね。あら、こちらお連れの方ですか？この子は。学年は？中等部の2年。じゃあ私と同じじゃない。だったら何？喧嘩ばかりしてたけど楽しかったわ。何言い出すのよ。あ、待って、わかった、あとは私一人でやるから。全部やっつけて、クイペリルもやっつけて帰るから。レイちゃんは先に帰ってて。死んじゃやだよ。あなたには最後の大きな戦いが残ってるんだから、パワーを蓄えとかないとね。やあね、死ぬって決まったわけでもないでしょ。じゃ、ちゃちゃっとレイちゃんやっつけてきます。レイちゃん、レイちゃん。だったら何？別に。あなた綺麗な髪の毛ね。よく言われるわ。でももう少し手入れした方がいいんじゃない？枝毛が多いみたいよ。そうね、気をつけるわ。どうもありがとう。おいおい、病院なんかで喧嘩するなよ。喧嘩なんかしてません。お大事に。お団子。何？ありがとう、そのうちこの借りは返すよ。高くつくからね。あの子誰なんです？ああ、名前は知らないな。よく会うけど。そう。君ともよく会うよね。私はいつも祖父のリュウマチの薬を取りに来てるだけですから。ふん。今の子実は好きなんでしょ？まさか。